ただいま帰りました。こんばんは。こんばんは。髪結ぶね。新しいゴムを買ったんですよ。キラキラな。かわいいやつ。こんぐらいかな。ドゥン。チョキ。うどむさん、水鉄砲ギフト。ありがとうございます。テンション独特だねって。確かに。でもこんな感じだよね。いつも一人で。確かに。今日の服初めて見た。そうね。なんか新しいよね。なんかわかんないけど。てっつーさん、こんばんは。めっちゃ部屋着です。ちいかわのエコバッグ見つけたから送ったよって。ね、それ朝ツイート見てもう神様かと思いました。嬉しい。マジ嬉しいです。今日も探そうかなと思って、ちいかわのエコバッグを朝ゆきりかに届け見てたら、そう、ちいかわの広島のガチャ王国は取り扱ってなかった。取り扱い店舗調べたら。こんばんは。今日から発売だったらしい。昨日はなんか、なんだろう、フラゲ日みたいな。今日から発売のちいかわのガチャガチャ。そう、取り扱い店舗調べたら広島はね、なかったんです。ガチャ王国イオンモール府中とかしかなかったから、広島県で4店舗しかないの。だからめっちゃレア。そうそうそう。しかも今日から。昨日ゲットしてる人とかもいたけど、今日からでした。ルン。こんばんは。東京はめっちゃあったよ、取扱店舗。秋葉原とか近くにあった。もうマジ嬉しい。やったー。はじめまして。はじめまして。こんばんは。 STU48 の宗ゆきりかです。ツインテ。ハロウィン感ある。サンリオの指輪のガチャ回したらピンクで耳が長くてリボンがついたのが入ってるっぽいです。誰だろう。友和さん、こんばんは。桃は夜ご飯ですかって。違います。今日は焼肉食べました。たくさん。バサはなんちゃらさん、かわいいギフト。ありがとうございます。開けてたら中古扱いになって。ああ、確かに。ビニールから出さなかったらいいんじゃない？ビニールから出したら、ビニールから開けようとしてるの？白米は中です。あ、でも7分目でやめたんです、お腹。こんばんは。いやー、いやー、こんばんは。ね、中古ダメなんだね。私も今知ったけど、ビニールから出さなかったらお腹いっぱい。お腹いっぱい。お腹いっぱいは食べてない。まだあとご飯一杯いけるよぐらいでやめました。
ハイパーさん、ありがとうございます、ギフト。安いお弁当で250円くらいのスーパー、あるある、250円くらいのスーパー、250円弁当あるある。食べ放題じゃないです、一品一品頼むやつ。カプセル開けるのは大丈夫ですよ、ビニール開けんかったら。こんばんは。17号みたいでかっこいい、確かに17号確かについてますもんね、オレンジの首元に。確かに17号。こんばんは。あ、1回目で栗まんじゅう出たの、すご、当たりじゃんそれ。そう、パーカーです。カイジロウさん、こんばんは。中野さん、こんばんは。ちゃんとしたよ、おはようツイートはいつも、あとはツイートまだやったのかなと。どういうことだ。そう、パーカー、部屋着、レッスン着。アッキーさん、あーちゃん、こんばんは。デルイさん、こんばんは。ハーマンさん、こんばんは。リップが濃いね、ちょっと。ブンゴさん、こんばんは。ピッ、似合ってる？ほんと？こんばんは。あっちゃん、こんばんは。そう、あ、チークになった。そうです、ほろ酔い、確かに。アルコール飲んでませんよ。ミキアさん、かわいいギフト、ありがとうございますね。リップ濃く見えるよね、めっちゃ。いつもと同じ量しか塗ってないのに。そうなん、実際の栗まんじゅう、あー好き。でも栗は好きですよ。栗まんじゅう、甘栗とか好きですね。ほろ酔いメイク、そうですね、ほろ酔いメイクだ。ぽいぽい、なんかライトの加減でさ、目も潤ってるし、ほろ酔いっぽいけど。そう、飲んでないです。すごい意識ちゃんとある、ほろ酔い、ほろ酔い配信。こんばんは。そう、甘栗。あとなんか神社とかで売ってる屋台の栗。キバちゃん、こんばんは。ほろ酔いメイク、こんばんは。ベビーカステラ好きですよ。なんか今日鼻が丸く見える、どうして。吉香菜さん、こんばんは。
広島の感染者過去最多、へえ、何千人、鼻が丸く見える。あ、確かに東京ケーキ配信忘れてた、すっかり。ホットケーキミックス、ANK さんこんばんは。光が飛んで鼻が丸く見えるんだけど、いつもより。お芋ちゃんだるま、ありがとうございます。そう、 SML 送れなかった、下並べしてた。下並べ飛ばそうかなと思ったけど、アイドルの方だから感じ悪いかなと思って、ピッて画面飛ばしたら自動的になるけど。お芋ちゃんだるま、ありがとうございます。3270人、へー、多いのか、過去最多なのか。なんか東京の3万人を聞いてしまったから、3000人か。ピコロさんこんばんは、中地さんこんばんは。鼻が細くなった女の子の凄さをね、鼻筋通って見えるでしょ、すごいよね、メイクするだけで。ここに影を作ることで、あとハイライトとか入れたらもっと高くなりますね。ズーミーさんこんばんは。そう、こことここに影入れたら、そうです。世界最多感染、やばいね。鼻筋が通って見える、わあ。こんばんは。2週間後10倍、やばくない？220万人。え、今日で22万人？それとも今いる人口のコロナの人が22万人？今日だけで22万人ってことか。じゃあ10倍ってことは220万人。全国の、あ、今日だけで22万人。ちょっと待って、 LINE 返していい今。すぐに答えたい LINE がね、22万人ね。どうぞ、ありがとうございます。端末1個だからね。だってあのこう書いていいって聞かれたから早く答えてあげないと1時間後じゃ遅いかなっていう。帰ってきました。あ、画面固まっちゃった、見えない私の顔が。どこ、私の顔固まった、固まったんご、まったんご。画面真っ黒じゃなくてアバターがドアップに映っちゃった、見えない、見えない。見えないから変顔しようかなとか言って、見えないわ、ちょっと、よいしょっと、よいしょっと。
よし治りました。なんか五条先生みたいじゃない？間違えた。呪術廻戦みたいじゃない？呪術廻戦。変顔しません、見ません、見せません。変顔しない系アイドルなんで、ごめんなさいね。こんばんは。イタドリくん？そうそう、呪術廻戦の。呪術廻戦っぽくない？こんばんは。ちょっと乗っただけで赤いよね。昨日見てしまいました。まあ変顔が見たい方はお話し会で言ってくれたらやりますよ。にらめっこ対決しますか？でもちゃんと見てくださいね、にらめっこは。目線そらして見ないっていうのは反則ですから。こんばんは。ツーショット会変顔でいいですけどさ、そんな写真いります？こんばんは。まあ時間が長い方は変顔対決しましょう。でも短かったらもったいない、変顔に使っちゃったら。時間が長い方はぜひ。あ、すごい、ほろ酔いメイク見て、ほろ酔いピンク。何枚くらい？まあでもさ、1分ぐらいあったら。ぜひぜひ。ほろ酔いメイク。酔っちゃったー。飲んでないです。リップつけすぎたからほっぺに、ほっぺに塗りすぎた。今日は何杯でしたかって。今日は6杯、ハイボール6杯です。6杯。こんばんは。え、マジで飲んでないです。今アルコール検査しても出てこないですよ。ウィンチさん、タケさん、こんばんは。ターちゃん、こんばんは。確かに6杯でほろ酔い。そうだね、ハイボール3杯です。ほろ酔いだよ。飲んでないですから。今アルコール検査しても出ないですから。そう、目は充血してる。目の充血と塗りすぎたリップを利用して。ウィンチさん、かわいいギフトありがとうございます。3杯、そうだね。珍しく飲んでないのかと。私全然飲まないよ。こんばんは。水大量に飲んでお風呂入ったら酔い覚めるんですか？そう、飲みたいとあんま思わない。飲みきれないんですよね、最近は。もうなんか胃が飲みきれないの。珍しい。炭酸も苦手なんだよね、もともと私は。だからそんなに飲めないです。焼肉ではオレンジジュースとウーロン茶飲みました。そう、ガチです。そうなんです。そう、ハイボール炭酸だからなかなか飲みきれない。そうなんですよ。
日本酒は飲めますけど。ハイボール飲んでないです。でも一杯ぐらい飲んでるぐらいがちょうどトーク力が上がってちょうどいいんですよね。なんか面白い配信もお届けできそうって感じ。ノリのいい配信も。ワインいけます。キキオレンジジュース。え、オレンジジュースってご飯食べた？食べた。私何でもいける。配信でトークが絶好調の日を指しますって。そうですね、マッコリーの飲んだことない。時々変な配信してる時でもほぼ飲んでないですよ。普通に深夜テンションなのもある。今日とか飲んでないですから。トラさん、タカミーさん、こんばんは。ただ単に深夜テンションなこと時もあるけど、トーク力がすごい高い時とか飲んでないです。はじめまして、こんばんは。はじめまして、 STU48 の宗行梨花です。そう、深夜テンション、深夜テンション。エリックさん、こんばんは。ちょっとだけ強そうとは。一人焼肉まだ行ったことないですね。一人焼肉はできる。でも一人焼肉用のお店とかもできたし。おいもちゃんハートありがとうございます。そのメイクで最高に可愛いポーズのスクショください。おっさんの話。はい、キュルン。いい感じに目が充血してるからいいでしょ。キュルン、ほろ酔いポーズ。翼はなんちゃらさん、かわいい。ミキヤさん、かわいい、ありがとうございます。まだ終わらない。ヤスルーパンさん、かわいいギフトありがとうございます。ウドムさん、水鉄砲ギフトありがとうございます。私もほろ酔いポーズしていいですかって。どうぞ。唇横のほころが素敵すぎて眠れませんって。見える？お疲れギフトありがとうございます。そうなんだよ、キュルン。キュルン、みんなぜひ使ってください。たくやさん、こんばんは。チンアナゴありがとうございます。今日はなんか顔赤い。そう、リップをいっぱい塗っちゃったの。さっき塗りすぎたリップをここに塗ったの。だから配信開始時とかは赤くないから。飲んでないです。リップ塗ったの。かくやんさん、こんばんは。飲んでないです。塗りすぎたリップをほっぺに塗っただけです。そうです。オレンジいいねって。珍しいよね、こんな服。オレンジ頑張ってください。頑張ります。たかみーさん、かわいいギフトありがとうございます。
歌松さんいいね、ありがとうございます。いいね。これはね、なんか無地な黒じゃなくてちゃんと柄あるんですよ、こういう。そう、柄付きなんですけどね、柄見えない。オレンジのリップ似合わんのんですよね、私。赤が似合うんですよ、いろいろ試した結果。ブルベはオレンジが似合うのかな。こんばんは、いちさん、こんばんは。ポールさん、こんばんは。ホシピーさん、ふくちゃん、こんばんは。ジャージでもいいよって、まあジャージみたいなもんです。なんか話がつながらないと思ったら30分ぐらいラグがあった。めっちゃラグじゃんそれ。ラグだ。そう、ピンクが一番好き。でも服だったら黒が好きです。リップは赤が似合う。いっぱいいろいろ試したんですよ。ピンクとか似合わん。数字なんだろう。1234567890でした。1234567890。あー、ブルベ冬なのかもね。オレンジ似合わないの、赤が似合うんだよ。こんばんは。1234567890。十本アニメ。アガヘルサンタさん、こんばんは。ウィンクしたんじゃないですからね、今。ファンサじゃないですから。目が痛かったからつぶっただけですから。ダンスで映えそう、確かに。レッスン着、連絡打つの早いですか。早くないです。変わったデザイン、そうですね、変わったデザインだ。なんかコンタクトは乾くから閉じてる。これかぶれますよ多分、帽子だから。あ、なんか断層みたい。あ、待って。なんかどっかの国のあれみたいな、国のなんかボーイッシュじゃない。こうやったらなんかどっかの国の、そう。あ、そう、昨日なんか外国の方にフィリピンの方ですかって話しかけられたんですよ、私。えと思って。あ、男装、男みたいじゃない、見えない。ミニマロンさん、チンアナゴありがとうございます。フィリピンの方って聞かれて、えって言ったら、あ、違いました、ごめんなさいと言われました。え、フィリピンの人に見えるのかな、わかんない、なんでだろう、わかんない、間違いかな。誰かと待ち合わせしてたっぽい、だからね、フィリピンの人と待ち合わせしてたのかな。そう、相手はフィリピンの方。そう、え、日本に仲間がいると思って多分話しかけてきたんです。フィリピンの人ですかって。モンキーリーパンチーさん、こんばんは。で、結局男装っぽくない、誰も触れてくれないけど、フィリピンの方に触れて。合言葉なんもなかったです。雪を、胸を、
ゆきとです。ゆきと20万超えた。さん、スイカありがとうございます。男尊っぽく見えない。嘘でも見えるって言ってよ。そういう時は嘘。男じゃん、もうこれどう見ても。ほら、学ランには見えないか。あとは学ラン嫌い。よかった、急に学ランがあるんですよ。学ラン持ってるよ。見えんか、なんかフィリピンが強いな。ゆきとくんのプロフィール教えてください。いいですよ。身長183センチ、身長183センチ、前髪がダメ？マジ？前髪はでもこれじゃないと。ゆきとか、それ以上のプロフィール出てこんわ。警察官？警察官が集まってきました。何歳？ゆきとくんは22歳。ゆきとくんの好きなタイプは、ゆきとくんの好きなタイプ、ゆきとくんの好きなタイプは雪のように色が白いゆきこちゃん。目は大丈夫です。目薬入れようかな。よいしょっと。キャードリップ王さん、こんばんは。自販機行ってないです。こんばんは。猫ひでさん、スイカありがとうございます。今は雪です。雪とじゃないです。雪好きな食べ物、ゆきとくんの好きな食べ物は、焼き豚卵飯。大盛り。カエルやだ。カエルに会いたくないですもん。だから行きたくないです。ゆきとくんは関西弁ですかって。いえ。愛媛弁です。僕の救急車、救急車持ってるの？大盛り。焼き豚卵飯、大盛り。そうです。ゆきとって言っても、私の二重人格の一人なんで、好きな食べ物は変わりません。クラコン今日 TVer で見ました。バレリーナ笑えた。ありがとうございます。すごいバレリーナが好評なんですけど、嬉しいけど、もっとなんか他に面白いのありそうなのに。バレリーナ、そう、ゆきとくんは私が男装した時の名前。今はゆきさん。そう、自分で考えた。
二重人格、そう、私が男性になった時はユキトです、胸ユキトです。1番バッターさん、こんばんは。今はユキさんです。お、階段も好き、やった。バレリーナシュール、そうそう、美術品です。アナトリ選手権、そう、あれも面白いと思うけど、個人的に。こんばんは。胸ゆきと、胸ゆきゆきと、胸ゆきゆきとでも別に変じゃないですね。雪かぶりしてるのに、雪かぶりしてる割にはあんまり違和感ない。胸ゆきゆきと、確かに本当に美術館にあったら、でも面白いね、あったら。やる気のないバレリーナありそうだけどな。ヒロさん、こんばんは。そう、クラコンは TVer で無料で2週間見れますので。そう、靴下履いた選手権、左はスラッといけたけど右ちょっと詰まっちゃったんだよね。10秒、ちょっと美味しかった。雪かぶりでポケモンがいる、マジかわいい。ゆさなこさん、こんばんは。ロボリンさん、チンヤナゴありがとうございます。練習した後何を、ああしてないしてない、そう10秒だった、私と早乃木選手権。こんばんは。そう、あのやる気のないバレリーナとかもその場で思いついたアドリブです。ますアドリブです。岡山のオカピーさん、こんばんは。ね、今の季節目が やばいよね。なんだろう、右目がねきついの。でもあんまり違和感ないよね。でします。ときめきこばさん、こんばんは。デスマスというポケモンもいます。なんでもいるじゃん、なんでもいるじゃん。それだとかっこいいギフト、ありがとうございます。しゅうじさん、こんばんは。アドリブダルは天才、わーい、やったー、天才いただきました。よいしょー、きりか。ポケモンあんま分からんのよね、私。ボゲモン、ポケモン。なんでもいるというポケモンはいません。さすがにないか。ポケモンはもう王道な人しか分かんない。王道なポケモン見てないですね。ゲットだぜ。ポケモンってめっちゃ変な顔して止まったんだが、勝手に変顔させられたんだが。こんばんは。充電切れ。めっちゃ変な顔して止まってた。こんな。危ない。変顔さらすところだった。汗汗。そう、充電 20% になった。
眼帯したことないんですよ。どんなんがあるんだろう。ミンミンさんかな。ポケモンのもポケモンならまだマシか。ともさんこんばんは。クラコン何が一番辛かった？辛かった、即興歌謡曲とか即興歌謡祭とか。目がキラキラしていてアニメのキャラクターみたいね。ライティングです、ライトのおかげ。キラン、目キラキラにできます。ミンミンさんチンアナゴありがとうございます。眼帯はさすがに持ってないな、マスキングテープしかない。キラリン、トモさんハートありがとうございます。ミキヤさんかわいいギフトありがとうございます。一発芸、いやでも明日には治ると信じている。目治らんかな、治ってほしい。トゥルルトゥルトゥ、土方さんこんばんは。あ、アーニャン出た、今やろうとしたそれ、トゥルルトゥルトゥみたいなやつ。ウドムさんかわいいギフトありがとうございます。結膜炎まではなってないけど、まあそんな感じ、なんか充血してるのこの辺が。チンアナゴありがとうございます。違和感があるって感じ、充血した目にコンタクト入れてるって感じ。病院行ってないですよ、よくあることなんで。ね、あんま分からんけどね、まあ充血してるのちょっとね。そうなのよ。修二さんスイカありがとうございます。スイカテンテンスイカテンテン、まあすぐ治るからね充血って。広島港近くサプライズ花火1000発に完成だって。サプライズ花火1000発、来週のミュージックは出演されますか？出演しないんですよ私は。アップかわいい、ありがとうございます。じゃあずっとアップでいようかな。あ、目の中が見える。こんにちは。あ、まつげ、でも今日マスカラしてないんですよ、目が痛いから。そう、違和感違和感、そう違和感があるから、今日マスカラしてないから、まつげは全然。修二さん、かわいい、ありがとうございます。ももにゃんさん、こんばんは。かわいい、使いのもいいねってふざけたんですけど、かゆくない、違和感って感じ、違和感です。今日は来た瞬間びっくりした。アップ、マスカラは塗ってないんですよ、だからまつげ薄いです。私の白目まで愛してねって。私の白目も好き、白目をあげちゃう。ドゥーン、そう、目の下にほくろあるから今手で隠したんです。
まさひろさんこんばんは、いちるさんこんばんは。リアル、なんか目が赤いよ。そう、充血してるの、充血してるの、助けて。そうなんです、今充血してるんです。誰か視力がいい方、私と目交換しますか。肌、そうそう、親譲りです。親が肌綺麗なんですよ。小犬のおもちゃのモノマネです。でもします、好きです、嬉しい。うまいでしょ、小犬のモノマネ。ふなっちさんこんばんは。そう、目が痒くて寝れなかった。めっちゃ痒いてしまった、無意識に。無意識っていうか、まあ意識はあるけど、半分無意識。色白、言ってることがあんちゃんと一緒。どこどこ、どの部分。あんちゃんは目いいんだっけ。八百屋さんこんばんは、はじめまして。うどむさんかわいいギフトありがとうございます。ドラゴンボールの服着てないです。17号の服じゃないです。アッピー目良くないんだ。イメージないな、メガネの。へえ。0.1 はダメです。 1.5 以上。ね、目交換したい、マジで。Z スター？ Z スターって何？あ、船？17号じゃないです、あれです、呪術廻戦でもないですから。あ、17号っぽい。飛行機、あれみたい、マジンガー Z みたいな。レーシックやりたいけどちょっと怖いんだよね。やりたいけどさ、福田さんやってるよね、あれやりたい。もう帽子ですから、見えちゃった、隠そう。つんちゃんこんばんは。マジンガー Z 知ってますよ。マジンガー Z は知ってるよ。あ、いい感じじゃん。おーおーおー、おしゃれおしゃれ。17号に見えてきた。もうこうやってしとくわ。なんかこの襟の縁だけオレンジみたいな。私より上の世代のアニメ、マジ？そんなんだっけ。ファイルダーオン、なんか聞いたことある、歌の歌詞にあるっけ。岩田さんこんばんは。ね、私も歌歌えます、マジンガー Z の。マクロスの世代、へー、マク
マクロスもわかるよ歌。しゅうじさんアイスありがとうございます。しんごしんこさんこんばんは。そう歌だけ歌だけ歌と、あの絵はわかりますけど、絵っていうか見たことないけど、マジンカー Z のロボットとかわかりますけど、内容はわかんないけど、歌とビジュアルだけわかります。サブングル、ザブングルがわかんない。それはわかんない。鉄腕アトムはわかるけど、新コール鍋焼きユニット見てみたい。ああどうだろうね。豚松さん風呂敷ありがとうございます。カズポさんこんばんは。ザブングルは知らないな。なんだろう。一日で最長8時間？あ、カラコンじゃないです私だから。カラコンじゃないですって。ほらよく見てください。てってて、てるるるってね。ミストラルさんこんばんは。5周年コンサートずっと見てます。いいですね、もういっぱい見てください。明日もあるので。ユニットね、ユニットはなんか新公演は普通の固定のユニットと、日替わりユニットもありますので、日替わりでやるやつとか。色素が薄いのと、あとライトが強いですね、ここの部屋の。ちょっと暗くしたらね。あ、なんでだろう。暗くしてもあれだわ。こんなもんかな。日替わりがあるから、日替わりの方もある。だからもし日替わりが私の番になったら、ユニット2つになるってこと、その日その公演。日替わりが当たれば、日替わりもかぶったらユニット2個になるから。最大限に暗くしたら電気真っ暗になるけど、これがあの暗い。そう、当番制だから、私の日替わりユニットの時に来れたらラッキーって感じ。これマックス、まぶしい。そう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 、こんばんは。愛媛は湯切りが出ると思うので申し込みますって。愛媛あるの？そもそも勘。宮本さん、カロキヨシさんこんばんは。こんばんは。そう、 LED です。リモコンでわかるの？そういうのって。 LED ライトめちゃ眩しい。同じ照明のリモコン。ろうそく。
音でわかる？そんなのわかるんですか？ LED かどうか。香川の声出たかったって出たかったですけど、あれですもん、選抜メンバーですよ、初日面。そうです、私はアンダーなので、その子が何かあった時に出る。配信の配置変わりましたよ。大きな桃どこでゲットしたの？スーパーです。タカさんこんばんは。ね、誰のアンダーでしょう。そうそう、桃はスーパーで買いました。その表現大体絞れました？嘘、それだけで絞れる？そう、当ててみてください。まあ秘密ですけど。そうなんです。まあ明日の公演が終わったら結構絞れるかもね。明日行ってるアンダーの子とかもいるから。 PR 舞台の子とかのアンダーだといっぱい出れる。 PR 舞台忙しいから。ルーチさん、ヨッシーさんこんばんは。私は桃が好きです。桃を食べました。桃何個ぐらい食べれますか？今日は1個食べました。あと1個あります。今の服どんな感じなのってこんな感じです。うっちーさんこんばんは。 T シャツみたいな、パーカーみたいな。広島が初日かなって。どうでしょう、どこまで発表されてるんだっけ。こんばんは。ツインテ、ツインテです。桃向けます。桃東京までか。うーん、広島はまだ、広島であるよっていうのは発表されてるの？私は知らないんだけど。来て病院に、美容室に行きました。おお、すごい普段着に。スタバの桃のフラペチーノ飲んだことありますか？あります。お芋ちゃんお疲れ、ありがとうございます。スケジュールが出てる、そういうこと。19に出てくれたら嬉しいね。どうなんだろうね。祝日リアルお話し会が8月20日か。じゃあタイミング的には広島にちょうどいいね。まあそんなことより話題を変えます。藤本さんこんばんは。今日はマスキングテープを買ったんです。ちいかわの、ちいかわの
マスキン。あ、21がサイン会。ほうほう。マスキングテープ、マスキングテープ、マスキングテープ。ネタマツさん、クマギフトありがとうございます。嬉しいクマです。どこがコーティングでもするのって。かゆ、噛み噛まれたとこかゆ。そう、マジチーカーの沼にはまっちゃった。いや、ガチャガチャは見つけれんかった。これです。かわいい。チーカー様、何に使うのって。え、でもなんか使えないかも。チーカーの T シャツ買いましたって。いつのやつ買った買った、いつのやつ。どこで買ったの。なんか雑貨屋さんですけど。でもこれ100均とかにもあるよ。100円ぐらい。女の子が手帳とかに、確かに貼るところはないけど、可愛いからなんか集めちゃう。今話題のちいかわさんです。スペース田中ではございません。名前がない雑貨屋さんです。しゅうじさん、だるまありがとうございます。そう、一時はセリアに売ってたけど人気すぎてなくなったんです。そう、セリア3店舗ぐらい回ったけどもうない。けど雑貨屋さんにあったのだから買った。かわいいマスキングテープ開封していこう。でも栗まんじゅう先輩が主役のマスキングテープはないから、別にどれでもいいんだよね。そう、100均で売ってる。ハイパーさん、ありがとうございます。水鉄砲。服部さん、スイカのジュースありがとうございます。そう、セリアにあったけど、昨日もセリア行ったし、この前広島のセリア回ったけどなかった。もうないんです、人気すぎて。チーカーグッズも全部。そう、栗まんじゅう先輩。あ、でも一番下のここにちょっと映ってるわ、ここに。でもこういう推しがなんかアップのやつはないので、別にどれでも嬉しい。クリマン先輩いないです。そう、セリアにいっぱいチーカーグッズあったけどなくなってた。そうなんです、全部売れてるんです。少し前はいっぱいあったのに。そうなんですよ。マサヤさん、こんばんは。だからあの時買っとけばよかったと思って思ったけど、今日見つけたので3つ買いました。いっぱい買った方がよかったかな。なんで3つでやめたんだろう。そう、人気すぎてなくなったの。全部誰かが買い占めた。あ、転売。キャラクターグッズショップあるのかな、ちいかわ。まあ開けていきます。何が出るだろう。そんなことより早く開封しよう。私の別に推しいないからね、どれでもいいんだよね。うん、まあとりあえず可愛いから開封します。田舎でもないの。あ、硬い。プー、でもさっき私ハサミを持ってきたよ。そういえばゴムを切ったからね。ハサミはどこ行ったかな。あきさん、こんばんは。さっきここでゴムを切ったからハサミがあるはず。
寝押しは8割かな。あった。あ、でもあれ好きです、ラッコ。ラッコとシーサー好きです。わからんよね、そんなこと言われても。ラッコとシーサーが好きです。カブトムシくんも好きです。じゃあ切ってこう。パッケージ可愛いからこんな切り方したくないけど。お腹空いてきた。今日は5時過ぎに焼肉食べたからお腹空いてきた。お腹が空いた。お狙いは何色？何色？何色でもいい。ピンク。ピンク。じゃあまず1個目。そう、お腹空いてきた。焼肉食べたんだ。1個目はでん、うさぎです。でもかわいい、めっちゃかわいい。うさぎタンバリン持ってんのかな、これは。うさぎのマスキングテープかわいい。裏って言ってます。ミキヤさん、水鉄砲ありがとうございます。何メートルあるんだろうね。メートルあるのかな。3メートル。ちびまる子ちゃんにいそう。わかる、確かにわかる、めっちゃわかる。あれだよね、こじこじこじみたいな。こじ。続いてじゃあ2つ目。3メートルやったら結構ある。では続いて、下開けました。あの下開けたよ。次2つ目。ほい。あ、クリマンだ。え、だからクリマンチュー先輩いるの。クリマンジュ先輩がいる。推しがいた。え、このラインナップではクリマンジュ先輩いないけどさ、紫のところに見て、いないじゃん。クリマンジュ先輩、クリマンジュ先輩がいる。私の推しがいる。かわいい、かわいくない？マジかわいい。なんでこんなかわいい顔してるの。そう、私は引き強いので。かわいくない、クリマンジュさん。なんかちょっとぼやけてるけどかわいいです。わーい。でも使えない。いいねギフト全部同じ顔じゃないです。ダメだね。よし3つ目、そろそろ被るかな。6種類しかないから。6種類目切りました。推しの推しは推し、みんなじゃあクリマンジュ先輩推し。じゃあ開けます。あ、開いてない。あ、出てきた。続いて3つ目いきます。マスキングテープ最後3つ目。じゃん。お、緑です。
てかぶってないんじゃないこれ、かぶってない、やったすごくない、6分の3種類揃ったよ、適当に取ってきて1個なくした。こんばんは、あれあった、じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん、緑かわいいね、お見事やった、栗まんじゅうやった。でもかぶったら方が使いやすいけどね、こういうのってさ、かぶったらね、ダブらんのすごいけどさ、そうそうそう、確かに適当に取ってきてかぶってなかった、嬉しいけど、かぶった方が使いやすいんだよね、黄色例えば2個になったら黄色が使いやすくなる、そうそうそう。歌松さんハートありがとうございます。以上チーカーのマスキングテープ開封でした。可愛いですね。そう、6種類あります。ね、かぶったら使うよね、それな。もう3つ買ってきましょう、もっと買えばよかったな、なんで3つでやめたんだろう、100円なのに。ピンク出なかったけど、まあピンク推しじゃないから別にいいわ、ピンクはちいかわだから。満足度 70% ぐらい、もっと買えばよかったという反省点、なんで3つでやめちゃったんだ。ミキヤさんハートありがとうございます。ファルコンさんこんばんは。マスキングテープ探しに行きます、難しいよ、私ダイソー巡ったけどなかったもん、今日たまたま見つけたけどさ、もうないです、ダイソーにはもうない。あともう一個チーカーのグミ買ったんですよ、それも見ますか、私がチーカーチーカーって言ってるからみんなチーカー好きになりそう、みんなもチーカー見つけたら買う習慣つきそう、私の母がそれですから、私がチーカーチーカーやってて母もチーカー好きになったんですよ、チーカーのグッズ買ってるから母も、そうチーカーのグミも買ったんですよ、チーカー気になってきた。お母さんはウサギが好きです、お母さんはウサギ推し、そう昨日一緒にガチャガチャ見て、ガチャガチャ8割が出てウサギが良かった、ウサギ推し、グミ取ってこようかな、じゃあチーカーのグミ取ってきますので、ちょっと待ってきてください、待ってきてくださいじゃない、待ってください、取ってきました。チーカーのグミ買うってあるのかな、どこにでもないよマジで、なかなか今日いた、たまたまスーパーがあっただけで、チーカーのグミ LINE スタンプのチーカー使ってる、仕事に行ってきます、あら頑張ってください、夜勤なかなか見つけれないよ、チーカーのグミ本当に探すの大変、ないですもんなかなか、なんで1個しか買わなかったんだろう、こういうのってなんか反省するね、家帰ってから。むすびくんこんばんは、1個だけでいっかと思って1個買ったけどさ、もうちょっと買えばよかったなと思った、あんまり ないから明日買おうかな、開けてみよう、
なんかこれはカード入りらしい。カード入りね、なんで1個しか買わんかったんや。レアなんだからもっと買えばよかった。そう、昨日買った栗まんじゅうとシールもあるけど、もう取りに行くの大変だからいいや。そう、その時は一つで満足だったんですよ。買おうかな、やっぱいらないかな、まあいくらだけ買うかみたいな感じで1個買ったんですけど、今思ったら3つぐらい買いなよって感じです。じゃあカードを、カードいきます。でちいかわ、ちいかわでした。ちいかわ当たり一番前から撮ったからかな、一番当たりです。でもほら当たりか分からんけどさ、一番ラインナップに載ってるやつ、メインキャラ一番前から撮ったけんかな。かわいい。でも見て、30種類あるらしい。栗まんじゅうはありそうじゃない。ちょっと明日は後ろの方から引かなきゃ。うん、なんかこういうのってさ、前かなんか順番に並んでたりするじゃん。初見です、こんばんは、ちいかわちゃんです。アンナちゃんが好きなやつ、アンナちゃんが、アンナちゃんの推しでした。お、グミはこんな感じ。全部コンプするの大変そう。確かに確かに。ここも100円ですね。っていうやつです。買いました。白目になってるうさぎさんが。美味しいのかな、美味しいんじゃない。そう、アンナちゃんはちいかわ推し、私がクリマン推し、ももちゃんがモモンガ推し、母がうさぎ推し。グミ何味なんだろう、食べる予定はなかった。うーん、何味か、ピーチ。税込み110円、細かい。そうですっていう今日の購入品紹介でした。ちいかわ祭りです。やばいです、もう収集癖があるから。ちいかわ見つけたらちいかわってなった。めぐみさんこんばんは、ぽめ兄さんこんばんは。以上です、購入品紹介終わりです。2が出るの、へえ。あと一番くじが楽しみ、9月ぐらいに出るんですよ、ちいかわの一番くじ。8月か9月。しゅうじさんかわいいギフトありがとうございます。疲れ様んさ。明日日曜日か。よいしょっと、ね、8月27か、1ヶ月先、1ヶ月後だ。当日に行かなきゃ。でもロット買いしてる大人がいるんだろうな。また
ロッパイ。チョレイさん、こんばんは。こんばんは。お太郎お姉さんみたい。よいしょ。ロットで予約しておきますかって。でもロットは結構な額になるんですよ。4万とか5万とか。さすがにチーカーはいないか。ドラゴンボールとかはいるけど、ロットがいい。桜子さん、こんばんは。錦織圭さん、こんにちは。歌のお姉さんって感じ。ロット予約して当日お店行って6個ですって言えばいい。確かに。何円のくじ？850円とかじゃない？最近の一番くじって。ロット買いは結構きついですよね。そう、高いの高いの。昔は500円だったのにね。どんどん。あ、650円。じゃあまだ安い方だ。確かにメンバーでロット買いしてそれぞれの推しを買い取ったらいいんじゃない。ちいかわはアンナちゃんねみたいな。でクリマンさんいるのかな、そもそもラインナップに。リマンさん、1回1万円高っ。なんだそりゃ。箱買いはできない。まあ、まだ1ヶ月も先の話だから、その先の話はまだしなくていい。こんばんは。僕のアイコンの画像の車でドライブ。救急車じゃん。めちゃ可愛いギフト、ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。アリさん、ゆういちさん、こんばんは。しらじゅんさん、ほしぴーさん、こんばんは。やすあきさん、こんばんは。喉ちょっと乾いた。てかお腹すいた。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 何食べよう。こんばんは。今日はオレンジジュースはないです。ガストのハンバーグマジ。そうだな、カステラ食べようかな。カステラ食べよう。何か食べるものある？ある。カステラ。カイさん、こんばんは。飲み物で我慢しましょうって。ね。プリンさん、こんばんは。はじめまして。たこ焼きはもうない。食べた、あれ美味しかった。たこ焼きチンして食べたら普通に。たこ焼き美味しかった。でも作りすぎたな、反省だな。作りすぎた点、あれ半分でよかった。しゅうちゃん、かずさん、こんばんは。
カステラと牛乳いいね。え、なんかウインナー入りがめっちゃ美味しかった。また作ろう。そうそう、けどあれは多いから半分でいいね。だから半分粉を保存できるように容器にタッパーとかに。フォローしました、ありがとうございます。ウインナー美味しかった。コーラさんこんばんは。え、ウインナーが美味しかったからタコいらないかも。でもタコ入れなかったらさ、なんか節約生活できそう。たこ焼きの中身ウインナー、でもあんま変わんないか、タコとウインナー同じぐらいの値段か。服部さんタコありがとうございます。ちなゆずさんこんばんは、こんばんは。たこ焼きにウインナー入れる。でもこの前はウインナーとタコを買ったから、それをそうタコだけに、違うウインナーだけにしたらね、節約節約。この前キムチとかチーズとかも買っちゃったから、今回は次はウインナーだけにしたらめっちゃ低コスパで美味しいたこ焼きがいっぱい食べれる。だいだいさんこんばんは。ね、そうウインナーだけでもいけそう。肉、あ、ウインナーだけちゃうよ、ウインナーとを粉に入れるんです。たこ焼きの中身がウインナー。ね、タコ買わずにチーズ買わずにキムチ買わずにたこ焼きの素とウインナー。ゆいごさんこんばんは、はじめまして、こんばんは。あー、ちくわか、確かにちくわもいいね。でもウインナーたこ焼きマジ合う、たこ焼きの中身ウインナーマジ合うのでいいと思います。たこ焼き器買ったしね、近々またたこ焼き作ろう。カニカマ、カニカマ、カニカマ合うかな。カニカマ存在感消えそう、たこ焼きの中入れたら。ね、意外と洗うの簡単だったし、たこ焼き器ね、フライパン洗うにも簡単だからさ、もう週1ぐらいでもうたこ焼き焼いちゃおうみたいな、大阪人みたいな。タコさんウインナー、タコさんウインナーじゃない、ダメです、あのあっちのウインナーが美味しいです。タコムス、タコ結び、タコムス。今度はなっちゃんにあげてねって、いなかったんですもん、またなぶさん。だから今度はなっちゃんとできたらいいですね。確かにベビーカステラもね、いつか作りたいけど、いつ作ろう。ホットケーキミックス買ってあるから、あと卵買っていつでもできる。よいしょ、なっちゃん家はできない。しゅうじさんタコありがとうございます。タコ、
ね、コラボできたらいいけど、どんどんコロナ増えてるから。なちゃんの家はそれどころ場所がないです。とっちゃんこんばんは。たこ焼き食べたくなってきた。わかるわかる。こんばんは。初見さんはじめまして。こんばんは。今たこ焼き食べたい。恐竜さんこんばんは。こんばんは。ソース味以外で食べ、確かにソース以外で、確かにポン酢とかね、それもありだね。ラーメン、嘘、私たこ焼き、たこ焼きの口になっちゃった。ローソンのたこ焼き、ローソンにたこ焼きあるの、冷凍のやつ。ルッシーさんこんばんは。あ、女優ライトが消えた。充電切れだ。まあいいや。ヤン太郎さんこんばんは。おろし玉ねぎ美味しそう。玉ねぎ、ネギ好きです。あ、冷凍食品ローソン、へえ、見たことないかも。そう、充電ライトが消えた。充電式っていうか充電式のモバイルバッテリーに挿してるから、モバイルバッテリーに挿してるから。まあいいです、あともうちょっとで配信終わるんで、10分ぐらいでもういいです。ユナ好きだよ。目がなんとか持ちましたね。目薬ついてる。あと12分です。ごっつい馬、ごっつうまい、わかんない、なんだそりゃ、なんだそりゃ。あと12分で今日も終わります。終わります。目がアイス買った。急にアイス買った。リップ、そうね、もう明後日からあの月替わりですので、おすすめです。月始めホロヨイメイクでも取れたね、ほっぺ取れたね。ででん、あ、傷みたい。でるでん、ドゥルン、ドゥルン、ドゥ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 。余裕が冷めたからちょっと足し足し。てん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 。え、はい、10%じゃないですよ。
10% はまだ来てないです。できた。目が、ほろ酔いメイク飲んでないですよね。違います。リップをここにつけてほろ酔いメイクです。飲んでないです。実際は修二さん、かわいいギフトありがとうございます。今日はオレンジジュースとウーロン茶しか飲んでいません。あとあやたか。ホロヨイメイク、パッパラパッパパン、パッパッパパッパパン。そう、ジュースです。お肉何食べた？え、いっぱい食べた。なんかコースみたいなやつ頼んだから、いろんなの食べました。今アルコール検査しても出ないですから。飲んでないんで。豚松さん、タコありがとうございます。うん、え、牛タンはあったね。あったあった。なんかお任せみたいなコース、いっぱいいろんな肉食べました。そう、ムボベは8月から申し込むとお得です。月始めですのでね。月額300円ですから、月始めがお得です。ってことは明後日からがお得です。月300円です。安い。毎日メールが届きます。タン食べた、美味しかったな。また食べたい。お腹空いた。今から焼き肉行きたい。ホルモンは食べてないです。ホルモンあんま好きじゃないんだ。そう、1日10円で私のメールが届きます。安くない？1日10円です。コスパ最強です。あと6分。そう、10円で1日私のメールが見れるんです。レスマス、焼肉食べたい。今からダメだ。1日なんつ、まあ3ぐらいですね。平均3、4。でします。いや、デリバリーはやらない。デリバリーは控えます。ここに誓います。あと5分ですね。今日もそう、カステラがあるんでカステラ食べます。カステラ食べてお風呂入って寝ます。ゆうごさん、かわいいギフトありがとうございます。カステラ食べてお休みください。はい、そうします。ベビーカステラじゃないです。長崎のカステラです。ウインクください。はい、そう、長いカステラ。炙りカルビ、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 炙りカルビ。ゆっくりお休みください。ありがとうございます。とりあえずコンタクトを早く外したい。あと4分。
じゃあ壇上を読みます。そう、長崎のカステラ壇上読みます。13位理化学研究所さん、12位猫ひでさん、11位ロポリンさん、10位ヤスルパンさん、9位ケンさん、8位羊のお布団さん、7位ミキヤさん、6位服部さん、5位おいもちゃん、4位うどむさん、3位しゅうじさん、2位やすべえさん、1位ぶたまつさん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日も配信ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさいませ。ポッターさんこんばんは。フォローしました。ありがとうございます。おやすみなさい。おやー、まだ早いよ、あと2分ある。まだ2分あるよ、まだ2分あるよ、そうだよ、まだ少しあるんだよ。ウインクタイム。スミ、牛、スミでん、あっち向いてほい。じゃあ今日のあっち向いてほいをしたいと思います。あっち向いてやりますよ、いきますよ。あっち向いてほい、下です。チョキじゃないですはい、上の人、上、下を選んでしてしま、選んだ人は超ラッキー選んでない人も超ラッキー。結論みんな超ラッキー。なっちゃん上しかないの、マジ。そうなの、無意識に上なんだ。みんなラッキー。そうだよ、下を選んだ方はこの4分の1の確率を当てたんですから、ラッキーってことで。じゃあ終わります。ラッキーというポケモンもいます。いや、ポケモン、今日3つポケモン知ったよ。じゃあ私は、それではありがとうございました。それではおやー、上の確率が高いってなんでみんな知ってるんですか。そんななっちゃんの、なっちゃんのその何ですか、あっち向いた方の確率を知ってるって相当さんが知ってるってことですね。おやすみなさーい。